空旅信州77、塩尻市にやってきました。国内有数のワイン生産地、桔梗ヶ原。広大なブドウ畑が広がります。創業は明治時代に遡る林農園。塩尻で最も歴史の古いワイナリーです。寒冷地では栽培が難しいとされていたブドウ、メルローの栽培に取り組み、県内に根付かせた先駆けとなりました。中山道沿いにおよそ1キロの町並みが伸びる奈良宿。日本最長の宿場町です。木曽路に11ある宿場町の中でも最もにぎわい、奈良1000軒とも謳われました。江戸時代や明治時代の建物が立ち並び、当時の面影を色濃く残しています。国の史跡に指定されている平出遺跡。縄文時代から平安時代にかけての大規模な集落跡で、土偶や勾玉など多くの遺物が出土しています。現在は縄文、古墳、平安時代の村が復元され、当時の生活の様子を体験することができます。